これはベスト4だけベスト4だったの、はい、大会なんですけど準決勝、はい、準決勝どう試合になるかちょっと楽しみですね。青木選手は先ほどからアタック自分から積極的に行く、はい、対してアメダ選手は結構アタックの取りに行って、うん、自分からアクションをかけて下がるっていうのが多かったので、はい、どういった試合になるかちょっと楽しみ楽しみですね。今ちょっと日本とも優先権がどちらにも見えるということで、そうですね、うんうん、今のは青木千賀さんのアタックの試合になりましたね。ちょっと準備不足が、はい、アメダさんが大きかったという。惜しい、あー、うまいですね、はい、これで剣払って、はい、優勢権取って自分の攻撃につなげたって上手かったですね。あ、うん、リレーはやっぱりです。青木さんがアメダさんのアタックを切った後に自分がついたんじゃないかという要求ですね。クリメル1本目がついてないと、はい、いうことですよね、はい、審判は1本目さんの1本目がついたという判断。どうなのかな、どうでしょうね、どうなの、1本目がつかなかったという、つかなかった、2本目に、はい、うまい、いい切り返しですね、はい、今いい返し、うまい具合に切り返して、はい、逆転につなげましたね。うーん、うまい、ここビンガーが入ってほしいですね、はい、気持ちよく打ってほしい、しっかりとつなげられるから、はい、うーん、頭の意図してない、たまたまラッキーパンチ、まあ、小手先を狙った、はい、はい、ラッキーじゃないかもしれないそれは分かんない、うまい、剣の攻防が、はい、今のよく振られた、おっちかさんも触ってから剣払われてからもう一回払い返して、ここだったですね、アメダ選手、うまい、うまいですね、ここもうまいですね、今の相手がアタック大きく振るの分かってて、そこも、はい、これラッキーパンチじゃなかったですねさっきもラッキーじゃなかった気がするんですけど、どうですか、いや、あらラッキーですよ、たぶんあらラッキー、狙って、意図してない、おー、ついた、あー、ラッキーみたいな、気をつけちゃっていい、そういうのはあるんですよ、選手でも大事ですよ、はい、うまっ、ちょっとライン読んでましたね、完璧に、もう、はい、こっち来ると思ったね、もう、アメダ選手、先ほどの試合はここから巻き返したんで、はい、全然、まだまだ8点目の休憩までどんだけ点差が、うん、うまく、アタック伸びる、よく伸びますね、今のも、先までは切れたんですけど、あすはやっぱり奥さんが届くという、さすが、うまいですね、オリンピアン、8対3で第1ラウンドが終わったんですけど、アメダ選手、先ほどはここから巻き返しました、はい、どうなるか楽しみです。青木選手は先ほどの試合はここからもう1点しか取らせずに第2ラウンド終わってます、そうですよね、ここからどうプレーが変わっていくかが見ものですね、うん、だここのもうこの点差でずっといくのか、うん、アメダさんがその詰めるのかちょっと楽しみだ、はい、ちなみにコウキさんは、はい、試合中のその1分間の休憩どんなこと考えてます、はい、どんなことですかね、どんな点数で取ったかしか僕は考えないタイプかもしれないですね、取られたそれを続けるってことですか、それを餌にする可能性もありますね、あ、なるほど、はい、そこを行っても書くとか、うん、それは相手の出方も見るんですけど、やっぱり試合中なんで取られたことより取ったポイントの方が僕は思い返すかな、うん、それはコーチとプラス思考で、はい、それはコーチと話しながら、あ、こういうポイント取ったからこう、うん、次はこういう組み立てを立てる感じですかね、まあ、この1分間 でも中途半端にならないようにそこは気をつけたいです ですね、まずこの次の1本目が、はい、大事ですね、ここなんか中途半端でやってしまったらもったいないんで、はい、これちょっと合わせてしまいましたね、そうですね、中途半端に出ちゃった、はい、アメダさんはちょっと中途半端で、青木さんが思いっきり、はい、積極的に入った、もったいない、ここ青木さんが上手いですね、やっぱり、はい、今のカバーしてたんで、はい、それに乗っかっちゃった感じですね、そうですね、ここも4本綺麗に取って次の準決勝に向けて、うまい、先ほどからこのプレーはすごいです、これがうまいですね、距離感はちょっと大きいんですかね、アメダさんが、いや、どうなんですか、大きいよね、あんまり見えないんですけどね、はい、距離感が分かってるんで、
でもちょっとここ仕掛けれないですね、あの自分の得意なところに持っていけてないんで、ね、しっかりと自分の得意相手のピースに飲まれちゃう、はい、サーブル一瞬で終わっちゃうんで、ね、そうですね、早い展開なんでね、どうしても、うん、今のもこれ準備動作が大きかった、はい、大きかった、はい、ここ得意なところなんで、このここからアタックしてほしいですね。今のカウンターだったんですけど、青木さんがしっかり、はい、完璧でしたね。ちょっとこの1分間から一本も取られずに完璧な試合運びだったかな。逆に雨田さんはちょっと後手に回ってしまった感はありましたけど、まあ、またの積極的にいけたのがすごい良かったので、はい、だから準決勝は青木千佳さんにちょっと期待したいですね。